はい、そい。いや、私のこの内縄万有期ももう200回以上なるみたいね。いやあ、甘くまあっちゃっちゃしてきたね。いろんな思い出があるよ。いやもう今日はね、暑いからね、私のコーナー休みや。あ、思い出話しようね。あ、総集編封じでや。チャーゴアロ見ながらよ、ゆっくり。あ、お菓子買うの忘れたな。ああ、そうそうそう、これこれをね、こう。なあ、うん、カリカリ最高、じゃがりこ最高だね。旅館と取るね。大御所民謡歌手小江久栄章先生が沖縄の魅力を探して旅に出る、小江久栄章の内縄万有記。お菓子と合体、ピリッと旨辛県産品の巻。突然すいません、カルビーの藤原です。おお、先生がお菓子を探されてたんで、ついお声掛けてしまいました。あ、いやでもね、ナイスタイミングだったよ藤原くん。カルビーって言ったね。はい、カルビーもう昔からね愛用してるよ。ポテトチップスやじゃがりこなど、自然の恵みを生かし、子供から大人まで大人気の商品を多く販売しているカルビー。実は、沖縄のある食材を使った限定商品が発売されたんですよ。ああ、ほんね、はい、よかったね、はい、先生、今日その食材を一緒に見に行きましょうよ。今日ごめん、休みだっけよ。行きましょう行きましょう、はい、休みだから行きましょう。なんであんた先になってる。はい、はい、カメラ君も一人残さないで。あちゃんめ。今回先生がやってきたのはこちらの大きなハウス。中で育てられている沖縄の食材とは何でしょうか。この中に、はい、沖縄の食材。そうですね、多分だよ、多分唐辛子じゃないかな。当たり。あ、ね、まず透明だから見えてるわけよ、唐辛子。確かに見えてますね。見えてるし、はい、だったらさっきちょっと中で打ち合わせしたから、ね、あ、それも言っちゃいますか。唐辛子だな。はい、その通り。新発売の限定商品に使われている食材は沖縄で作られた島唐辛子。ここからは大城海産物加工所の大城さんから島唐辛子について詳しくお聞きします。沖縄で採れるさまざまな食材を使った加工品を製造販売する大城海産物加工所、島唐辛子農家の育成フォローも行っているんです。島唐辛子と普通の唐辛子の違いってあるの？はい、もうパッと見て分かるのはこう上向きで咲いてたりですとか、あとこの実の大きさ。そうで、島唐辛子はこう2センチから3センチくらいのこういった小さなものになってます。こういう小粒のやつが島唐辛子ってことね、はい、実が青から赤になったら収穫の時期だけど、赤くなる前でもしっかり辛いんだそうです。あ、じゃあ同じ辛さだったらね、はい、私パラナイ全部取ってもいいんじゃないの？はい、辛みだけで言うと、緑だけでいいんですけれども、赤くなってくると香りがまた乗ってきますので、唐辛子独特の、香りが乗ってより美味しくなります。なるほど。せっかくなので収穫体験もさせてもらうことに。するとここで、はい、先生、僕も取っていいですか？ダメ。ダメですか？取りたいです。いや取らせてもらっていいですか？私のこれ株だよ、こっちは。取っちゃいます。藤原君もそのもう森にでも入ってくる感じ、はい、ありがとうございます。いいよ、前のめりな感じ。先生、取れました。いやこれちょっと黄色いな、これまだ。ちょっと早いなこれ、はい、先生、もう一個取れました。これいいですか？いちいち報告しないでいいよ。すいません。そして収穫したからには食べないわけにはいきませんよね。これは辛いだろ。辛いです。頑張ってください。じゃあ曲げとくか。はい、曲げや。これね、こっちにさびろ。先生、大丈夫ですか？大丈夫じゃないよ。青いのも行ってみましょう。いいかよ。あのね、
かがですか。もうさっきの赤が辛すぎてわからないそして島唐辛子を使った限定商品がこちら。先生いかがですか。ほんのり辛い。沖縄県産の島唐辛子を 100% 使用した商品なんですよ。でじんわりした辛さとうまさが特徴の商品になってます。いい感じに辛さと塩加減とかや、はい、ポテトチップスがあのじゃがいもですのでじゃがいもが持ってるうまさと辛さとうまさのバランスですね。これはあのお楽しみいただけるような商品 に、はい、県民の方に食べていただきたいなと思いまして、商品開発することになりました。青森とかでもね、はい、合うかもしれんね。すごく相性いいと思います、はい、こんな美味しく出来上がってたらね、この生産者の皆さんも嬉しいんじゃない。あ、喜んでいただけたら嬉しいです、ね、こちらのお二人は島唐辛子農家を始めて20年になる太田さんご夫婦。毎日顔出してありがとうございますって挨拶して。ああ、唐辛子に、唐辛子こっち顔下げて、そうですそうです、ありがとうございますと、はい、そうそう大きくなってくださいとかね。この気持ち大事だよや、はい、収穫してる時にどんな感じだ。もう楽しいですよ。楽しいよね。真っ赤にいっぱいあるもんだから。いや嬉しいよね、はい、こうやって愛情を込めて育てた唐辛子、はい、これが商品で味わえると。そうですね、いろんな人に食べてほしいね、はい、うん、もうね私に任せなさい。伊沢君、はい、CM 決定だね。うん、 OKOK、 CM ですか。あー CM ね、カルビーの CM あと私に任せられないね。カルビーのポテトチップス、はい、カメラ目線、ピリッとうま辛、思いがこもったポテトチップスチャメ。